それではガイダンスを始めていきたいと思います。で、今日のガイダンスは耳から学ぶ新感覚音声講義、記憶に残る条文アオホの読み解き方というタイトルでやらせていただきたいと思っております。で、簡単に言うと、これはアオホをどうやって勉強していくのかっていうね、2年目の講座になりますので、まあ皆さんはどう考えているのかってことですね。単に私がアオホを読んで、でかつ条文読んで、でそこに書いてあることを読んで終わってしまうのかなって思ってる節もあるわけでしょ。ただそうではないんですね、やるのって。そんなことは全く考えておりません、ね、一応これ2年目でありますので、当然入門講座は終わった、ないしは入門知識が終わったという方をターゲットに一応やってるんだけど、ただそれだけではないですよね。通常の入門講座って時間決まっているわけです。で、それも一からビルドアップしなかったらいかんわけでしょ。でもその裏っていうところについてちゃんと話してるかといったら、一応話しておりますけど、ただし限界はやっぱりあるわけだよね。回数決まっています。入門講座の回数決まってるだろうし、論基礎も決まってるだろうし、あと短期礎も決まってるわけだよね。となると、もう少し裏をちゃんとね、知りたい、ないしは喋りたいっていうところがあるわけですよ、ね、で、なんでこれこういうことになったのかということと、しかどういう方針で私はやろうと思ってるのかってことについて、今日詳しく喋っていこうかなと思ってるんですけど、レジュメ配ってるんでちょっと見てください。こう書いてあるね、レジュメ、ここに書いてありまして、はい、ここね、アオホの重要性と書いてあって、これ昔合格体験記見て皆さん言っていたわけですよ。アオホって極めて重要であるよって言ったよね。で、よく三種の神器だって言われるわけですよ。何が三種の神器ですかというと、一つはアオホンだよね、アオホン。もう一つが条文集、それからもう一つが過去問だとよく言っていました、ね、条文集とアオホンと過去問、あとプラスアルファだったら基本書ってことになるでしょ。当時の基本書は熊谷先生というか吉井先生だよね、特許は。で、書評は網野先生、衣装は高田先生、今日これ持ってきておりますけど高田先生、それと斉藤良二先生っていう先生の本を私は中心によく読んでおりました。あるいは牛木先生かな、読んでいました。で、あとは条約だよね、 PCT だったら橋本義郎先生から、パリ条約だったら後藤先生、まあ、こんなもの全部読んでいたわけね。読んでいて、まあ、結構量としては大変だったわけですよ。旧試験でありますので、今とちょっとやっぱ違うんだよね、うん、担当のボーダーはまず高い。今回は39点だったわけでしょ。39点という点は高いかなっていうと、昔から見たらまだまだ低いよね。そう言っても昔は8割ボーダーでありますので、50点満点でだいたい40点取らないと受かんないわけですよ。今60点満点で点だけで言うと39でありますので 65% でしょ、ね、そうやって見ればそんなに高くないぞってことになるよね。だから論文どうですかというと、論文は超昔の問題って本当に一行問題なんだよね。一行でやって暗記をしてれば解けますと、特にレジュメ中心で解けるっていう時代だったんですよ。平成 5,6 年までですかね。でもそれからだんだん変わってきて、脱却しましょうねって変わってきたわけですよ。8年9年とね、まあ、論文受けましたけどかなりちょっと違うんだよね。少し事例になってきたんでね、事例になってきたんだけど、ただしその事例と言われてくるものが何だろうね、学説を知ってるとか判定知っていないと解けないわけですよ。で、かつあなたの答えはどういう答えですかってことを書いてくれませんかっていう問題だったんだよね。今みたいに小問になっていて、こういう場合の措置はどうなりますかって、これは問題ではないわけですよ。今の問題はどちらかというと、ちゃんと答えが分かっていて、答えを書けば受かるっていう試験でしょ。でも従来は違っていたんですね、うん、まあ、もちろん答えってあったと思いますよ。で、もちろんあります、あるんだけど、ちゃんと文章を論説して書いてくれませんかっていう試験だったんだよね。で、最近の試験って見てるとどうですかと、もちろん一部は昔じゃない試験で残っています。まあ、大量合格時代の、まあ、いわゆる小問形式の問題って出てるものもありますよね。特にそれが強いのは特実っていう科目になります。特実っていう科目ね。で、これはそういうやり方でいいんではないですか。でもこれがずっと続くってはちょっと限んないと思うんだね。で、今年なんで39点で620も受からしたのかってよくわからないんだけどね。けれども39点で280でしょ。けど倍以上だよね、合格者を出したって。じゃあどこで絞るのかっていうと、一つは論文っていう口もあると思うんだね。ただ論文式試験は素点で採点はしないです。素点採点は選択試験だけってことだよね。絞りが難しいってことだよね。
54% で受かるんだってなると、大体全体の 50-25% とか受かっちゃいますよね、うん、そうなると今年は300から250ぐらい受かるんではないですか、うん、あとは口述試験でどうするのかっていうところはあるかもしれません。そこはいろんなことを聞いてくるからね。その時に対してちゃんと答えることができるか、ないしは思考してるかってことが一つ分かれ目ってことになってくるかもしれませんね。でもしそこで落っこってしまったという話になると結構大変だよね、そういった意味ではね。でそういうもしそう、もし落っこってしまったそうっていう方にも実は聞いてもらいたいと思ってるんですよ、うん、でそういうそうじゃないとなかなか勉強できないでしょう。ないしはこの時期ね、今今日やってるのは6月だよね。6月っていう時期は何をやっていいのかってよくわからない。だって一応担当の過去問で一応やったんでしょ、やってダメだった、ないしはこれから論文の勉強しましょうねと言ってるんだけど、論文の勉強といってもある教材って何があります、論文のね教材って読むや、こういう基本書って読みます、例えばこれ高田先生の衣装ね、もう古いよね。であと衣装といったらコンメンタールとか、ないしはそうですね、大阪大学のチェン先生が書いてある本もあったりしますよね。ただあれは基本書というよりもどちらかというと学習参考書という定義が強いよね、どっちかというと、うん、特実はまああるわけですよ。一応あの司法試験の方でも、知的財産権というのが選択科目にありますので、特許実と著作権をちゃんとした本ってあるわけね。例えば中山先生であったりとか、あるいは上野先生と横山先生の本であったりとか結構あるわけです。それはそれで、ね、だけど一生商標になるとどうでしょうかっていうと、司法試験で課されないんだよね。強いて言うならば弁理士試験だけと言っても過言ではないわけでしょ。条約なんかはもっとそうだよね。そうなるとどうやって勉強するんですかっていうと、やっぱ青本を使ってしっかりと勉強するしかないんではないですか、うん、でそういった意味で三種の神器と言うんだよね、青本と。で今この重要性が増してきたと言っても過言ではないわけですよ、うん、それはさっき言ったようにだんだんと意匠と商標の問題に限って言うならば、ちょっと試験傾向変わってきましたよね。聞き方が変わったと。昔みたいに小問形式でやって、はい、括弧1はこうで、括弧2はこうで、括弧3はこうでっていうふうに聞いてこないですよ、うん、こういう場合の趣旨を書いてくれませんかとか、ないしはこういう場合について趣旨を触れつつ書いてくれませんか、ちょっとやっぱ違うんだよね。指示をかけというのと何とかの指示を比較しながら書いてくれませんかとか、振りながら書いてくれませんかというのはちょっとやっぱ書き方が違ってきたりします。であるいは聞いてる観点も違うんだよね。あるいは取るべき措置はどういう措置が取れますか、去年みたいな商標だよね、デートする立場、人する立場から触れてくれませんかって話になると、両説を知っていないと書けないわけでしょ。なかなかこれ難しいよね。この時使うのが法律の立法趣旨って話に当然なります。立法趣旨ね、趣旨から言ったらこうなるんだってことがあってしかるべきでしょ。その趣旨も2つも3つも説があって、だから是とする立場、非とする立場ってあるわけだよね。その前提を書いたのが青本講座って話になってるわけでありまして、青本なんだよね。だけどこれ極めて読みにくい、うん、なんで読みにくいのかなってことね。これが一番の括弧2に書いたの、読みにくいんですよね。昔もそうでした。で私はあの当時は5年かかって受かったんだよね、試験としては。で当時は 5.6 年が平均でありますんで、早い方ではないけど普通かな。ただ文系もうちょっとかかったのね。選択科目に相当時間かかりますんで、6年から7年が一般的かなと思いますよ。でそれで5年だからまあ早い方かなって思うんだよね、そういった意味ではね。ただやっぱし読み方が難しかったですよ、青本の読み方って結構ね、うん、なんで青本って難しいのかなってことだよね。これは2番に書いたと思うんだけど、2番の括弧1、パンデクテン方式を取ってるんだと。築城ってね、パンデクテン体験を取ってるんだと。条文ってパンデクテンって何かなと、うん、本だから言うとあの、まあ、単元別にね、新規性とか新規性なら新規性、進歩性なら進歩性で潰せば本当はこれ優しいわけですよ。簡単簡単ね。だから本来から言うと1年目の担当の講座って本来単元別にやるべきなんです。単元別、単元別で出やすいところをやるべきなのね。でそれが終わりましたっていう人が治療的にやるといいのね、すごく。でそういう構造を取ってるわけですよ、条文の構造って、ね、まずは単元別にやりましょう、入門講座に出るようなところを単元別にやりましょうというのが一番これいいんですよ、効率としてはね。入門に入ってきた知識についてアウトではどう聞いてくるか、
ないしはどういう問題が出てくるかってことが明確に分かりますんで、場面想定ができるんだってことに当然なるからね。うん、でも担当ってそれだけで足りるかっていうと足りないわけでしょ。重要な条文でない条文では全部あるわけね。担当ってのは1から240条まで論特許があるならば全部やらないと受からんわけですよ本来は、ね、この条文論文はこの条文はいらない人がいるっていう条文はないのね、うん、確かに論文に特化したなじゃ論文に近い条文って出やすいっていう傾向は否めないです。でもそれだけで満点取れますかというと取れないんだよね。やっぱし幅ってありますよね。1から240条までやって初めて 100% で論文ってこの幅はこの範囲 70% の幅で実は受かるわけですよ。ただしぐーっとね内容含めて書かなかったらいけないっていうのは論文式試験でしょ。でこれ一方で担当はどうかというと幅が全てあるわけね。だから築城の方がいいに決まってるわけ。担当の勉強特に2年目となると築城がいいんだよね。築城がいい。でまずなんで読みにくいかというとパンデクテンだからって書いてあると思うのね。レジュメに書いてあるように。でパンデクテンはなぜこれ分かりにくいんですかね。パンデクテンってパンデクテンって何かっていうとドイツとかで取ってる法制でしょ。ドイツ法制だよね。ドイツ法制なかなか読みにくいわけですよ。読みにくい、まあ、歴史あの法律家が読めれば良いっていう法律を取ってるのがパンデクテンってやつね。言ってみたら素因数分解っていうのかな。 5x プラス 6x はってあるよね。それは x を前に出してあとは5と6を足して出ますという方式があるではないですか。すべて共通することは前くくりっていうのが総則っていう項目になっているわけ、うん、だから補正の条文って総則に書いてありますよね。でも我々習うのはそう習わないね入門講座では、うん、補正はどんな場合できますか。こう聞いたらこう言いますよね。補正っていう条文は特許庁の方から決議通知をもらいました。その前に前提と出願をやりましたと審査請求をしました。そしたら特許庁の方から決議通知をもらったのです。どうやって応答するんですかと。一つは意見書だよね。で合わせて補正書を出すとかってこともやるんです。あるいは分割変更もやるんです。そうなるわけですよ。でそうならってしまって私ずっとだよ補正できる時期っていうのは出願の時期じゃないとできないと思っていたのね。審判請求しましたと再審請求しましたっていう時には補正ってないのかなって思ってしまったような口があるわけですよ。それは当時、まあ、なんだろうなちゃんとした体系で教えてなかったってこともあるだろうし青本の呼び方が分かんなかったんだよね。パンデクテンなんだよね。だから特許庁に事件が継続している時って青本書いてあるよね。条文書いてあるよね。特許庁に事件継続と言っているのはどんな事件ですかというと出願事件、審判事件、再審事件、異議申し立て事件だよね、うん、これ全部指しているわけ。コロナ禍で補正ってできるんですねって当然なってるよね。なってる。で重大条2の3項等に書いてある内容っていうのは出願事件に関する補正の時期の制限ってことになってるわけでしょ。まあ時期で時期とかあるいはいわゆる範囲の制限ってことになってるわけだよね、うん、じゃあ審判事件においてはできないんですかというともちろんそんなことはこれないわけね。再審事件でもできるって話になってるわけですよ。だから相続に書いてある。でそれは分かんなくてずっと1条からやるわけですね。1条をやって2条をやって3条をやって4条をやって5条をやってってやるわけですよ。そうすると全く分からない状態だって。相続っていうパーツは全て出願事件審判事件再審事件やってからじゃないと見ても分かんないようになってるんですよ。その共通項目のまあ言ってみたらまあ一番抽象的なものが書いてあるのが相続になってるわけね。だそこから勉強しましょうねっていうのがアホの講座でしょ。ないしは築城なので1年目からできるわけがないわけですよ本来は、まあ、でも一応やってるよね、うん、でそういった意味ではワイドコースはそうなっていないんでしょ。入門コンプリートっていうところでは単元別でちゃんとやっています担当って。でそれが終わりましたといった段階でもう一回繰り返してるわけね。でそれはそれでいいと思ってるわけです。通常の入門講座と違ってそういう形を取ってるわけでも、やっぱしそこではちゃんとした理由付けって時間の関係では言えないのね。青本ではこう書いてある、これはこう書いてある、そこまで言って分かるかというと多分量がパンクしちゃいますよね。これ以上言っちゃしまうとね。だから2年目ダメだった、あるいは3回やってもダメだったって方にとっては極めていい講座っていうのは青本なんですよ。
一番新規性があって、かつ昔からある口座なの、これってアホン口座って。だけどレックでは作ってなかったんだよね。他行ではあるし、私も受けました、旧試験の時ね、受けました。で、私は恥ずかしいことになかなか担当で受かんなかったってよく言ってると思うのね。担当が一番難しかったんです。論文は他の試験をやっていた関係もあったんで、そんなに難しくは実はなかったんです。書けたんだね、最初から。でも担当はこれ難しかったんだよね。まず読み方がよくわからない、言葉はわからない、あと場面がこれ通常の小試験やっていてもわからない場面相当あるわけですよ。特に登録になるまでのか全くわからないんだよね、やっていたとしたって。特別法の特別法だもんね、そのパーツって。通常司法試験でやっているような物件再建というのはもう権利は最初からあるんですよ。あるものをどう活用しましょうか、ないしは侵害された場合についてどうしましょうかということについてやっているだけ、深くやっているだけね、それを。それ一方で特許の、ね、中心課題はというと、司は登録になるまでの手続きでしょ。それは見たことも聞いたことも全くないわけですよ。でそれについてアホに書いてあるわけね。ただ当時のアホンと今のアホンでかなり違う。私が読んでいた時のアホンって言われてくるものはちゃんと趣旨から何から書いてありましたよ。でも今見てみると、今ちょうどやってんのね。で今終わったのは審判の終わりぐらいまで終わったわけですよ。やったんだけど見ると、あ、昔書いてあったんだけど今抜けてるなっていうのが結構ある。なんで抜けちゃったのかというと、これ体系書ではないんだよね、こういう高田先生書いてある本って体系書なんでしょ。その人の学問体系に従って書いてあるわけですよ。まあ、言ってみたら古いかもしれないけど矛盾が全くない。じゃあ本どうですかというと、もともとは昭和34年立法の時の国会答弁の書面として作ったのが青本です。青本なのね。国会答弁書なんですよ、政府の。それは青本なのね。それを何度か改定して今に至ってるんだとなっておりまして、何度も何度も改定されてるわけでしょ。改定者が違うんですよ。その改定者が違っていて、かつ違うことによってバラバラになってると言っても過言ではないんだな。で、さらに言うならば大昔の法制が出てきて、それが中心の箇所もあったりするわけ。絶対試験出ないぞってところもあるわけね、でもそういうところもある程度知っておいた方がいい場合もあるだろうし、知らなくてもいい場合もあるわけです。で、その一方で最近出てきた問題もあったりするわけね。あ、こうなってるんだっていうのもあったりするわけ、だから読むところによってはアホンって貴重であって、その場まで分かるっていうのもあるわけです。それ一方であるところではっていうと、今の改正ってほぼ条約の改正によってこうなったんだ、ああなったんだでしょ。だから条約によってこうなりましたって言ってるだけでありまして、その根っこは分かんないけど、根っこがなぜ条約がそうなってるんですかまでは言っていないからね。あるいは国内法の情景としてどうなったのですかってことについては、全てそれによって取っ払われてしまったってことが実はあるんです、本当に一番いいのは年度別の改正文で全部読んでもらいたいわけ。平成5年改正、平成6年改正、8年改正とかありますよね。あり読むとよくよく分かりますよ、これはどういうことについて書いてあるのかな。でもアホンってそのエッセンスしか書いてないわけ。だってあの分厚い本の中に、あれでも分厚いんだよ、全部入ってるわけでしょ。で改正文でだけでもこれだけあるよね。ある。それを何度も何度も改定されたものは全部含めて書いてあって、一つの条文でまとめてるわけですよ。そうなってしまうとまとめ方はバラバラだろうし、書いてる方もバラバラだろうし、まとめ方によって全く分かんないしってなりますよね。昔以上に今そういう傾向強い、昔の会社は主としては国内法の改定でこうなったんだ、国内法の要請でこの点が問題だったんでこう変わったんだってのが多かったわけですよ。今そうではない。どっちかというと、それは条約の要請によって変わりましたという面がすごく強いわけでしょ。となると、そこが全て抜けちゃってるんだよね。わからんってことになる。で、当然それを埋めるのが講師なわけでしょ。ないしは講義なわけですよ。やっていくってことになるよね。そこは。それがここだよね。まずパンデク展であって、改正が極めて頻繁だと。本来的に趣旨が抜けてると言っても過言ではない部分が結構あります。書いてないんだよね。で昔自分がやっていた時は書いてありました。で今書いてないっていうところが結構あったりするわけ。抜けてるなってことだよね。あと、あまりにも古い話が頻繁に出てくると。法律を知る上ではいいが、歴史書ではないってことだよね。そこは。
改正の経緯を知ることはいいんだけど、今に生きるようなことになるかというとあんまりならないかもしれない。僕はね、だと極めてスカスカになってる。それはもう何度も何度も改定されておりますので、原本から見たら原本はちゃんと書いてあるわけね。国会答弁書でありますんでちゃんと書いてあるわけ。しかし何度も改正されたことによって本当に重要なエッセンスっていうところは抜けてるんだよね。となると一応書いてあるんだけど、一行で書いてるだけだとなっちゃうと行間が抜けてるわけですよ。よくわからん、その過程がよくわからんということに当然なるわけでしょ。行間に書いてあることが明確ではない、これだよね。これをちゃんと読んでいくのが青本の読み方ということになるわけですね。読み方となるわけ、ここね。で、私は前も言ったけど3年目までは担当は全然取れなかったの、何度も何度も三種の神器と言われているんで青本読みました。で、読んだつもりだったんだろうね。1年目多分ね、総則まで読んで終わりましたね。なぜかと、さっき言ったようにパンデクテンってことがよく分からなかったんだよね。分からなかったんでリターンするわけですよ。分かんないね、何度も何度もよく分かるようになるために。で、なかなか進まないで終わってしまったんだよね。つまんないなと思いましたよ。で、担当式試験も1年目の場合は20点相当くらいしか取れなかったよね。50点満点だけど。で、2年目になりましたと。やっぱ三種の神器を回してちゃんとやるんだよねって書いてあったんで、やりました。ね、まあ担当の過去問については10回やりましたね。10年分。10回以上。そして青本もちゃんと読んだつもりだったのね。でも行間まで読んでないんですよ。なんとなくフレーズは知ってるんだけど行間読んでいないと。で、また自分で読んでもわからないんですよ。それ行間とは何かっていうところがね、わからない、で、基本書も読んだんですよ。一応読んだつもりなのね。で、受けたわけですよ。そしたら、いや今回ちゃんといくだろうなと思っていたら50点満点の25、6点、2、3点しか上がってないわけですよ。ダメに決まってますよね。だってボーダー40点だもん、8割だもん。50点で受からんってことだよね。受からない。で、またもう一回やり直したんだよね。三種の神器だと言ってもう一回やり直したと。その時初めて青本の講座に行ったんですよ、私の場合は126回やったの。126回ね。だから当時は2年間かかってやっていたんです。1年目で特実という科目をやりました。ただその時言っとくけど、講師がずっと喋ってではないの。しいて言うならば当てながら講義をしながらってことだな。ゼミみたいな形で当てていたの。それを私は通信で聞いておりました。で、くる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 する聞いていたのね、電車の中 で。そうしていくうちにだんだんと、あ、東京ではこういうもんなんだって分かったんですよ、3年目、で、それは東京で終わってしまったの、3年目はね、3年目はね。で、そこでまた受けたわけ。過去問やって青本読んで受けてみたわけで、特実はなんとなくもう取れるんですね。でもどうしても意思表明とか条約になると取れない。だ、結果的にはボーダーに届かずってことだよね。3年目やっても31点か2点ですよ。やっぱダメなんだよね、届かない。で、また行ったんですよ、青の講座って。それは意思表明をやるっていう回だったのね。2年かかってやる講座だったんで行ったわけですよ。これも通信で聞きました。で、そしたら1年目のやつと2年目のやつをまた一緒に総合的に聞いたんだよね。繰り返してくるくると聞いたわけ。そしたら、あ、特許でこうで、衣装でこうで、消去でこうで、こうなるんだってことが分かったの。だから産業財産権法だっていうことになってるわけね。学問体系なんだと、似てるんだと、似てるんだけどちょっと違うんだと。で、また昔の制度を知っているとこういうメリットがあって、このところは読む必要性はないってことも分かったのね。で、業界もやっと分かるようになったわけです。それが4年目ですよ。4年目。で、そして今私が今チームしている所長がやってるさゼミに入ったのね。入ったわけです。そこで一気に伸びましたね。青本で蓄積された知識があって、で、うちの所長がやってるゼミって何がやってるかというと、ずっと当てるんです、ね、当てるので、どうですかって聞くんですよ。青本にはこう書いてあるけれどどうですか、ないしは論文の論点ではこう書いてあるけれどどうですかと聞くんですよ。で、いろんな人がいますよね。彼はこう言った、彼はこう言った、彼はこう言ったと。で、でも違うって言うんですよ、先生はね。まあ所長だけど。じゃあ佐藤さんって最後当てんのね。で、
はい、こうなりますって言って答えたものなんです。で、それでだんだんと具体的になってきたのね。抽象的なイメージが具体的になったと。青の講座を聞いて体系できたと。で、うちの所長のゼミに入って具体的に、まあ、なんだろう、体系的にというか、もう立体的に見えるっていうようになったのね、体系が。あ、これは簡単だと思ったね。そして初めて単等式試験の勉強でまた変えたのね。どうやったかと、論文的な思考で解くようになったんです。一問一問ね、一試試ね、全部。なぜこの問題聞いたのかな、一問ごとだよ、全部意味があって聞いてるわけ。試験員との対話が我々求めてることでしょ、求められてることでしょ。対話しなければいけない。じゃあ試験員って何を聞いてこういう問題を作ったのかなって当然考えますよね。これこれこういうことだから多分聞いたんだろう、問題となるってことだよね。まあ、記事で言うならば商標の問題の素材について書いた上でってことになるよね。それを一個一個書いたわけ。そして論文実装しながらずっとやっていって、丸、バスと切るようになったわけ。条文の文言ではなくて切るようになったわけ。そしたら分かったと思ったのね。で、4年目受けたわけですよ。その時の担当のボーダーが多分ね、受かりましたけど48かその辺だよね。50点満点で31、2から47、8までどうやって上がったんですかってことだけど、多分そこなんだと思うんだね。一点突破型という形になるのかなと。今まで全く分からなかったことが具体的になった。すれば本の積み重ね、行間を読めるようになった。で、あとは応答してもらったことによって分かるようになったということだよね。そうすることによって明確化したってことによってクイッと上がるんだよね。で、試験っていうのはまずこの試験は幅があります。いかにこの幅をちゃんとやるかっていうところがまずポイントね。で、何回言いますかっていうのはポイントです。まずこれは第一要件で、第二要件は何かというと、次はね、第二要件は何かということだけど、第二要件はまずこの幅をやることが第一要件だよね。で、第二要件は何かってことだけど、第二要件はこのアホンちゃんと理解できてるかっていうところなんだよね。で、私は1年目、2年目、3年目は理解できていなかった。でも4年目になって初めて理解できたっていうことだね。で、深く理解できたってことですよ。そうなると無敵なんだよね。担当は簡単で、かつ論文についても聞いてることは分かるんだよね。だって担当で一試し解いてますから、問題の所在、これ一番もう聞く題材としていいんではないの。超の貢献解釈でしょ、担当問題って。なんでこんな問題聞いたのかなって考えるわけですよ。で、これこれこういうことであると考えるね。で、じゃあ趣旨はといって、アホに書いてあるから見る。あ、こういうことなんだって分かる。当時は書いてあったの、それが。そしてそれを応用して答え丸とかバツとかやっていたもんなので、それを4年目にやったんですよ。そしたらキューって上がったのね、点数が。そこからもう担当は落ちないっていうか、翌年受かりましたんでね、あ、簡単に通るようになったと。で、論文も、まあ、上がったってことになりますかね。どんな問題ができても何を聞いてるのか答えることができるようになったの。応答できるようになったというのかな、対話ができるようになったと言っても過言ではないですね。まあ、それは立法解釈たるアホの規定のことについて理解できたってことだよね、そこはね。あとですね、この試験で重要なものは時間であります。で、どう時間使うかっていう点だよね。特にここに書いてあるように、ほとんど弁理士受験生っていうのは社会人が多いわけですよ。司法試験のように学生が主としてやってる試験ではないよね。社会人が約9割以上でしょ。となると、どうやってこの隙間時間っていうのを作ってやるんですかってことも当然になるわけですよ。隙間時間ね。この隙間時間をうまく使ったのが、私うまくできたのかなっていうところですね。このアホの講座をずっと聞きました。当時受けていたね、ところの、まあ、予備校のやつを聞いてやっていたわけです。あとはうちの所長がやっていたゼミのね、講義をずっと聞いてたわけで、そうしてるうちにだん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 と分かってってですね、特にこの隙間時間については通勤の時間だよね。前の前職が結構忙しかったのね。だから帰る時間が極めて遅い遅い。夜12時まで通常やってるわけですよ。帰る時間が12時ではないよ、着いた時間が。まだ会社にいるんです。そこから帰って寝るわけでしょ。もう寝るだけですよ。勉強する時間はまず基本的にない。いつやるんですかというと、それはって当然になるよね。やる時間は
もう決まってるわけ。当然やる時間はいわゆる通勤時間だって話になる。で、通勤時間にやるものはというと、このアウホンの講座っていうのを何回も何回も聞いたんだよね。聞いた。で、そしてるうちにだんだん分かった。じゃあ私はどういう勉強をこの時やるのかと、まあ私はやるのかってことね、教えるのかってことだけど、まず行間の説明をします。別にアウホン読んだりしないです。当然書いてあるからね。そこに書いてあることに行間をやったりします。ないしはそこには書いていないんだけど、学説本に書いてあることについて話します。学説書はこうなってるんだって話もしますからね。でもこれは担当にはいらないとか、論文だったらこう書くんだってことも言ったりします。だからこれ担当、まあ、担当にもしてるし、論文にもしてるし、あるいは公示試験にもしてるしってことになるのかなと思います。ものとしてはね、うん、それをうまく使っていただかないとなかなか時間がやっぱ使えないってことになるよね。これね、どうやって使うのかってことになる。ただこれをうまく使えるためには、当時ちゃんとアウホン読んだ講師に並ばないと難しいわけですよ。アウホン読んだことによって開眼したっていう講師ね、うん、これ言い方は悪いかもしれないけど、アウホン読まなくても受かるっていう時代があったんだよね、うん、でその時の講師に習っても多分これ無理だと思うんですよ。だって旧法ではこうなっていて、何年改正でこうなっていてってのはこれ多分追えないと思うんだね、改正の順番って。でそれは必要性があって変わってるわけでしょ。ただ私の場合はこの業界長いですから、受験業界で20年以上ね、で知財業界では30年以上いますんで、一応大体の改正知ってるつもりです。古くは62年からずっとさっきでも知ってるつもりです、ね、自分と共に生きてきたっていうことになるからね。でそういった意味ではアウホンを知ってる講師に習うかっていうのが一番ポイントが高いわけですよ、これはね。だから今回私がやることになったのかなって思ってるわけ、アウホンの講座って、うん。でなぜじゃあ先生は音声だけなんですかと、顔出してやればいいじゃない、そういう人もいますよね。でも今回音声だけにしたの、なぜかと。私の講義って聞いたことありますかね。ほぼ線引けとかってことは言わないですよ。あるいは教科書に書いてあることを読んでどうだこうだってことはあまり言わない。なくてもできる講義になってるわけね。ずっと喋ってるわけ、こうやって喋ってるわけ、喋っていてこういう見解があって、この見解の問題点こうやって、したがってこうなりますとか、逆の見解こうなりますとか、ずっと言ってるわけね。でこれが法律の学習だと私は習ったわけですよ。大学院の時代ともにね、習ったわけ、うん、でその時に一番有益だったのは何かと、まあ、当時私は昭和59年から63年まで大学にいましたんで、次にやっていたのは旧司法試験だよね。やっていたのは一番有益だったのが、まあ、入門講座もそうかもしれないけど、条文をずっと進めするっていう講義があったんですよ。特に民法、あと民訴っていう科目があったわけね。民法と民訴ずっと説明してくれるの。それでも音声だけなんですよ。何条って言って条文読んで、この問題こうなっていてこうなります、したがってこうなります、ずっと言うのね。これは極めて有益だったよね。これによって民法って大体形が分かった、ないしは民法の問題点で分かった、担当的にも分かった、論文的にも分かったってことになってるわけ、うん、でそれ音だけだったわけですよ。今だったらスマホの時代ではないの、本当は講師が出てきてやればいいのかもしれないけど、私の場合は別にビジュアルに訴えて何かをしましょうってわけではないわけです。スマートフォンについてやりますって話になると、それでね、なんか図が出てきてパッとやるっていうんだったらいいかもしれません、それはそれで。だけどそうじゃなかったら音声だけで十分なんではないの、かえって邪魔だよね。だから音声だけに今回したんです、うん、でこれが一番効率が良かったんだね、自分としては。で持っていくもの最小限でいいんでしょう。条文なら条文だけ、ないしアウホンの切ったものならアウホンの切ったものだけでいいわけですよ。勉強する素材としてはいつどこでもできるんだって話になりますから、うまく隙間時間で作れんのね。で特に今回の場合についてはチャプター制にしております。チャプター制ね、チャプター制と、でここに載ってますけど、うん、一括で買えば45回あります。これ値段するよね。でも特許だけで買うこともできるし、特許の第1章なら第1章だけ、これ相続になりますよね。2章なら2章だけ、まあ、審査っていう章になるよね。あるいは
第3章なら第3章だけ、これ請願公開でしたっけ、ね、まあ、そんな小単位になるよね。こういう単位で買っても良いし、聞いてもらっても良いわけですよ。私が苦手なところはどこですかと言って、ここですねって言ったら、その弱点補強にもなるってことになるわけで、こういうことをやりたかったんですよ、ずっと長い間、ね、全部最初から最後まで教えるんではなくって、弱点補強のためだけに取るんだってこともやりたかったわけですよ。でそういう取り方ができるように今回したのね、細かく。で各章についても全てチャプターになっています。1回ごとの章は3時間だよね、講義としては。でも大体8ユニットに切ってます。8から6かな、大体。だから1ユニットで大体20分から30分にしてるわけね。じゃないと長すぎちゃうし飽きちゃうしってことなんで、大体30分から20分の間にしてるわけ。大体8から大体6ユニットって話になってるわけだよね、うん。だ全部もちろんこれ申し込んでもらいたいですよ、全て申し込んでもらいたいんだけど、ただし私は弱点はこれだけなんだって方はこれだけ取ればいいわけね。実用視野のこれだけだとか、衣装だったらこれだけだってあるでしょ。その方はそれだけを取れば良いわけですよ。でそれでいいんだよね、弱点補強でやって分かるんだからって当然なるわけではないですか、うん。でこれをやりたいわけですよ。でできれば、まあ、入門講座の最受講でもいいですよ、もう一回受ける方ってやっても。でも入門講座の再受講だった話になると、これどうかな、まあやるのは全然問題がないと思うけど、基本知識がない方ね。でも昔のものあるでしょ。で自分ができるものってあるよね。新規性だったら新規性、進歩性だったら進歩性、で入門講座でやったぐらいのことだったらそのくらいのことは分かってるよね。必要ないでしょ、必要ないよね。だったらそのバックグラウンドだったら青本でどう書いてあるのかなっていうのはやってもらっても良いかもしれないし、かつだよ、再受講するぐらいだったら、使い方によるんだけど、自分の弱点のところだけ取ってもらってもいいと思うんだね、この講座って。そうすることによって無駄が防止できる、で無駄が防止ができるわけですよ。無駄なインプットもしないってことね、しない、したくても済むというメリットもあります、ここはね、はい。でこの講座で何をやりたいかってことですけど、これもさっきから再三言ってるよね、はい。まず行間の説明をやります。行間です。書いていないんだけど、実はこういうことが問題となっていたんだ、これが争点だったんだってことを説明したいわけですよ。これ行間を読むってことだよね、これをやってみたい。でそのまま読んだり線を引いたりするっていうのは講義ではこれ全くないですから、講義では全くないわけね。線引くんだったら引いてくればいいの、最初からね、うん。でそれは全くやらないので、それは私の実体験からです、ね、すごく忙しかったので通勤途上でずっと聞いていたんですよ。その時にやっぱり線引いてくれませんかっていう講義だと止まっちゃうんだよね、広げられないもん、テキストって。できればその講座の中で言ってることだけで完結して最低限条文だけでできないと困るわけですよ。これをやりたいと思ってるわけ。それも自分の苦手なところについてやりたい、できますよね、この講座だったら。単元別に取れるだろうし、から2番の苦手なところだけ取れるだろうしってなってるんで、できますからね、うん。でそういった意味でどういう受講生に来てもらいたいのかっていうことね。一つは私みたいに長年担当に苦しんでる方っていらっしゃいますよね。3年経っても4年経ってもなかなか受かんない担当を。今年は一応簡単だったわけでしょ、39点だけど620人も受かってるわけ、去年280人ね。やっぱ簡単だったわけですよ。で勉強浅い方はこれしょうがないと思うんだけど、3年経っても4年経っても取れないってことになると、なんかこれ問題点抱えてるんだよね。多分知識はあるんだと思ってると思ってます、あるんだと思います。だけど根本たるところは多分ないんだよね。それがアホンかもしれません。そういう方を救いたいというのはまず一つね、救いたい、ね。せっかく受験やってるんだから成果出さなかったら意味ないではないですか。救いたい、担当突破させたい。であるいは担当受かってるんだけどなかなか論文までいかない、論文が受からない、うん。それも多分表層的なことは多分知ってるんですよ。こういう問題が出てきた場合についてはこういうテンプレートで書くんだよってのは知ってるんだよね、うん。まあ、それはいろんな先生にも、基づいて多分やってるから知ってるんでしょう。だけど最後の最後のところになるとわからない。それは何だろうな、理由付けがわからないとかまとめ方がわからないってことがあるわけ。それはこういう知識がないからなんですよ。読んだことがないから、あるいは読んでたつもりでもよく分かっていないんですよ。
で、それほどこれ難しいのね、アオホンって読み下すのって、うん、だって自分だって言っちゃなんだけど、他の講義ってそんなに予習しなくてもできますよ。約20年もやってるからね。で、魔法の講座に関して言うならば、相当これやってからやってますからね、毎日毎日ね、やってからちゃんとやってますね、説明って。じゃないとなかなかできないわけよ。だって行間を説明するんだよ。なかなかこれ難しいではないですか。書いていないんだもん。で、これ一応すべてってことになってるわけでしょ、アホンって。でもそこに書いてないんだもん。で、書いてないことについて考えるしかないじゃないですか。で、じゃあさらに他のものでこれなんだろう、理屈付けをしなかったらいけないではないですか。それやるのが私の仕事だよね、うん、で、そういった意味ではどういう受講生を考えてますかというと、担当の方が受かんない方、あるいは論文受かんない方でもいいし、基礎がグラグラって方は一番いいと思ってます。基礎がね、グラグラって方、なんとなく知識は知ってる、言葉は知ってるんですよ。でも試験合格につながらないっていうのは、知識は多分基本的なところができていないんですよ、ね、やったつもりっていうのが一番悪いのね。実際に受かっていないとするならば、やっていないんですよ、そこは。多分それは基本知識ができていないんだろうね。そこをしっかりと構築しましょうねっていう意味でも使ってもらっても結構です。あと、口述のね、練習にもなるかなって思っておりますので、口述のための練習、訓練、なるかと思ってますので、そういう方は聞いてもらっても構わないと思っています。いろんな方に聞いてもらってもいいのかなと思っておりまして、オールマイティーだよね。そういった意味では、今年は開放編と知識編の他にアオホン講座って付けたんだよね、レクとしては。で、それでやっておりますんで、ぜひ、なんだろうな、基礎ベースで困ってる方ね、伸び悩んでる方、一番これは最適かなと思っています。じゃあ長くなってしまったんだけど、全体はこの辺で終わりにしましょう。あとは個別に分けていこうかなと、聞いていこうかなと思っております。では、お疲れ様でした。